上、新城駅は、大阪府大阪市東淀川区上、新城2丁目にある、阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は、HK-64。なお新京阪時代には、当駅から南進して、大阪環状線の桜の宮駅を経由し、梅田駅に至る路線が計画されていた。京阪梅田線を参照。ホーム相対式2面2線のホームを有する高架駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は、北口と南口の2箇所にあるが、国道479号を挟んで、大きく離れている。南口に、上新城阪急ビルという駅ビルを併設している。バリアフリーの一環として、北口には、改札口と、各ホームを連絡するエレベーターが、南口にはエスカレーターが設置されているが、後者は、 下りホーム側のみに設けられている。開業当初は地上駅だったが、1975年に京都河原町寄りにホームを移動し、高架化された。これは国道479号との交点にあった島頭踏切が当時阪急線内で最も自動車交通量が多い踏切であったためで、高架化により渋滞の発生防止に大きく寄与した。 長らく乗り場番号が設定されていなかったが、2007年3月17日のダイヤ改正に伴い割り当てられた。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は53,917人で、阪急電鉄全線では10位。東淀川区の駅では1位であり、特急停車駅である隣の淡路駅よりも多い。近年の1日の利用状況推移は、下表の通り、 北口は、閑静な住宅街に面しているが、南口の南東側は、スクランブル交差点を要する小規模な繁華街となっており、多様な飲食店などが集積している。線路は、駅南側で緩やかなカーブを描いており、その直上を、東海道新幹線の高架が通っている。南口に面する、道路沿いに、上、新城駅前停留所。 北口付近を走る国道479号沿いに、上、新城駅北口停留所があり、大阪市ィバスと京阪バスが発着している。大阪市営バス当時の、上、新城駅前停留所は、1998年10月の調査結果で1日の乗車人員が3328人を記録し、全停留所中10位であった。上、新城駅前上新城駅北口。 ありがとうございます。